アヤワスカ、アヤワスカ、ケチワゴ、イオワスカは、アマゾン北西部で、伝統的に用いられている、原核材。ペリューの国家分解産。競技には、原料の一つ、南米のアマゾンガー流域に自生する、キントラノウカツル植物のバニステリオプシスカーピ、イカカーピのこと。ハルミンを含むカーピと、ジメチルトリプタミンを含む植物を組み合わせる。後者のサイコトリアビリディス。 チャクルーナやディプロプテリスカブレラナ、チャリポンガ、チャクロパンガを加え、煮出してこの幻覚性の飲料が作られる。福音すると、オートを伴う強力な幻覚作用をもたらす。主に先住民族が、シャーマニズムの儀式や民間療法、二十世紀に創始されたキリスト教系の産と大味などで、宗教儀式に用いる。ハルミンは、化逆性モノアミン酸化酵素,素外薬であるため、 シャーマンは何年も食事制限を守り、一般の参加者も前後には食事制限が行われ、また薬の相互作用にも注意が必要である。多くのドキュメンタリーが撮影されている。臨床研究が行われている。治療抵抗性うつ病を対象としたランダム化比較試験では、7日目で、感解率、うつ病ではない比率36%である。また、 薬物依存症の構成施設が、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ウルグアイ、シリにあり、アヤワスカを使った治療に取り組んでいる。アヤワスカは72の先住民族集団が使用し、42の固有名詞を持つ。アヤワスカという呼び方は主に、ペルーとエクアドルで使われている。アヤワスカは、ペルー、ボリビアなどの先住民族の言語である、ケチュア語で、魂の鶴。 死者のロープという意味を持つ。アヤは、魂、精霊、先祖、死者などを指し、ワスカは、鶴、植物全般やロープを意味する。ブラジルでは、カーピ、シポ、オアスカ、ダイミなどと呼ばれ、コロンビアでは、ヤヘイ、ヤヘと呼ばれる。ヤヘイの名称は、ビートジェネレーション作家のウィリアム・バローズと、詩人アレ・ビンズバーグによる、麻薬書家により、一般に普及した。 アヤワスカはアマゾンにおける伝統的医学としてあるいは宗教的実践のために用いられてきた精神作用する植物のお茶である。先コロンブス期のアメリカ大陸においてアヤワスカによる幻覚を描写したと思われる岩絵が発見されている。アヤワスカに触れた西洋における最古の記録は1851年にブラジルのアマゾン地域を探検した。 イギリス人のリチャード・スプルースによるものである。アヤワスカの構成新生神聖成分である、ハルマリンは、1841年、砂漠地帯に生える低木のムクロジメに、トラリア科の学名、ペガノム・ハルマラ、ペガナム・ハルマラから分離に成功し、1927年に初めて化学合成される。1923年には、カーピからハルマリンが分離され、 テレパシンと名付けられるテレパシーに由来。1923年南米におけるアヤワスカ儀式の映像が米国薬剤師会の会議で紹介される。1953年作家ウィリアム・バローズがアヤワスカ野兵を探しにコロンビアとペルを訪れる。バローズはコロンビアで植物学者のと出会っている。 この時の体験をもとに1963年にはバローズと詩人アレン・ギンズバーグによる書簡のやりとり、麻薬書簡が出版される。薬草と伝統医学の研究で知られるアンドルワイルは1967年に初めてアヤワスカを体験し、後にコロンビアを訪れる。1975年、植物学者のテレンス・マッケナとデニス・マッケナ。 兄弟による実地調査の記録が著書ザインビジブルランドスケープにまとめられる。ブラジルでは1930年代に設立されたサントダイミア1961年に設立されたなどがあやわすカを儀式に使用している。これらはキリスト教と統合したアニミズム的な教義を持つ宗教団体である。21世紀諸島にもこれらの信者の集団はアメリカ、イギリス、 フランス、オランダ、スペインなどでも見られる。2005年までに、サント大ミは23カ国に教会を持つ。こうして、多くの人々と、あやわすかとの接触があり、学者からも注目を集めてきた。日本でも、1994年に放送された、NHK スペシャル、脅威の小宇宙人体、E ノート、心、第60、果てしなきの大宇宙、無意識と創造性にて、 アヤワスカを飲んだ時の世界をキャンバスに描くパブロ・アリンゴを取材し、彼はアヤワスカが植物のささやき、宇宙、体内、超生命体、霊的なものを見せる全世界の目であると語った。また近年アマゾン西部には主に欧米人向けに改良されたアヤワスカ体験を提供する宿泊施設が建てられ、数週間の代替医療プログラムへの参加や、 編成意識体験を求めて多くの人が訪れる。アヤワスカツーリズムと言われ賛否両論を呼んでいる。2008年にペルー政府はアヤワスカはペルーの国家文化遺産の一部であることを正式に宣言した。アマゾン川上流域でアヤワスカを使用する先住民族のシャーマンの能力は善良なことにも邪悪なことにも使われる。アヤワスカの精霊から歌を授けられ、 その歌を使い分けることにより、アヤワスカは病気を治す薬となったり、敵を攻撃する毒となったりする。敵や呪術師による攻撃を受けたために病気にかかると信じられており、治療師は息を吹きかけたり、口で吸い上げたりして、病気を治す。シャーマンが歌う歌や口笛は、病気の治療とのいをかけることのいずれにも使われる。シャーマンはアヤワスカを飲むことにより、 体内に粘液を生成し、これを手術的な攻撃からの防御や武器として使うと言われている。儀式は夜間に行われ、夕方に、アヤワスカが提供され、数晩かけて行われる。バニステリオプシスカーピ、バニスタイアプシスコピー、以下、カーピは、熱帯ウリンの樹木に、螺旋状に巻きつきながら成長し、小さなピンク色の花をつける。 モノアミン酸化酵素阻害薬であるベータカルボリンの一種、ハルマラーアルカロイド、ハルミンやハルマリンを含有する。カーピは南米におけるアヤワスカ茶のすべての調合において組み合われる。南米アマゾンの伝統的なアヤワスカは、カーピの幹から樹皮を削り取り、これにアカネカのサイコトリアビリディス、サイヒャトリアバーディス、チャクルーナやキントラ農家のディプロプテリスカブレラナ、 ディプラプタース・キャブレロナ、チャリポンガ、チャクロパンガなどの葉を加え、十数時間から1日に詰めるか、水に浸して得られる褐色の液体出る。これらの植物の葉は、トリプタミンアルカロイドである、N、N、ジメチルトリプタミンや、コメトキシ N、N、ジメチルトリプタミンを含んでいる。DMT は、体内でも生産される、 構造的にセロトニンに類似した非選択的セロトニン作動薬であり、本来 DMT はモノアミン酸化酵素により体内で急速に分解されるため、経口摂取しても効果を及ばさないが、ハルマラアルカロイドに代表されるマオイと組み合わせることにより、抗生申請作用を発現する。その他にもタバコ、ダチュラなどの植物が混入される場合もある。 ユニオンドベジタルで用いられるサイコトリアビリディスには DMT を全く含まない場合もある。また西洋ではカーピの代替品としてシリアンルーの種子や DMT の供給源としてミモザテンフローラ、異名はミモザホスティリスの根の皮などが使用される。アイアワスカアナログ参照。アヤワスカにより喚起される編成意識状態は一時的なを起こし無意識と向き合うことで 大きなセラピー効果をもたらすとされる。1993年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のチャールズ・グロブ、医学博士、薬理学者の J、C ・キャラウェイ、デニス・マッケナラが、ブラジルのウニオン・ド・ベジタル信者15名を対象に、精神邸を行った。被験者は10年以上団体に所属し、定期的に、アヤワスカを引用していた。鑑定の結果、彼らは極めて健康であり、 過去に患っていたアルコールなどの依存症、うつ病、不安障害からの改善を示した。神経症や精神病の傾向は皆無だった。また、血液検査では気分を調整する神経伝達物質であるセロトニンの再取り込み部位の増加を確認し、抗うつ薬と同様の効果が得られることを示唆している。体系化された使用法では医学的に安全である。 寄生虫駆除にも使われる。対象実験ではないが、六名でのアヤワスカのうつ病に対する効果に関する研究では、ハミルトンうつ病評価尺度にて、接種の翌日でスコアは平均六十二パーセント減少し、二十一目では八十二パーセント減少していた。続く、治療抵抗性うつ病を有する二十九人を対象とした二0盲検のランダム化比較試験では、 すべての時点でアヤワスカの方が優位な抗うつ作用を示し7日目で感解率、うつ病ではない比率36%となり、アヤワスカ軍では64%が重症度が50%以上低下し、偽薬では27%の人々がこれに当てはまった。使用によって、瞑想によって向上すると言われているマインドフルネスの能力が向上し、それは 脳の皮質の接続性が増加したことと相関しており、このような神経の変化は2ヶ月後にも向上していい。薬物依存症の支援のためのあやわすかでは、アルコール使用率の低下、薬物乱用の減少といった観察結果が見られている。2つの研究が幸福感の増加と物質乱用の問題を減少させる可能性を示した。ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ウルグアイ、 地理にて、物質乱用の構成施設が開設されている。ペリューの滝橋治療施設では、アヤわすカを使用し、アルコールや薬物、主にコカイン、ヘロイン依存症の治療に取り組んでいる。とはいえ、依存症患者以外も、優先的ではないが受け入れている。ここで医師のロサヒオベ中沢がまとめた、報告書のペリューの文化遺産の指定につながった。国境なき医師団の仕事のために、 ペルーを訪れたフランス人医師が解説した。カナダでは医師のが薬物依存症とその根底にある心的外傷を癒すためにあやわすかを用いており、彼の活動は報道されている。視覚に及ぼす作用が特徴的で目を閉じると鮮やかなイメージが夢を見ているかのように連続して現れる場合が多い。訓練を積んだシャーマンが体験するビジョンと呼ばれるイメージには、 おむね段階があり、まず幾何学模様が現れ、植物、動物、幻想的な建築物や都市という順序で展開するという、蛇、ジャガーなどの猫化動物、裸の黒人女性などのイメージが多く報告されている。シャーマンは、アヤワスカの幻覚効果を通じて、遥かカナダの惑星を見たり、遠方に住む親戚の健康状態を知ったり、紛失したもののありかや、配偶者の浮気相手、 患者を病気にした、呪術師の身元を突き止めたりする。急性投与では、忍ぶ広志性はよく、内観能力と肯定的な気分を増加させ、視覚的な知覚を変容させる。創造的拡散志向を高める。長期的なあやわすかの使用は、精神病理や認知障害の増加に関連していい。比較対象を含む、計242人に、精神的不調。 精神的健康の低下は見られず、認知障害、死壁問題や薬物乱用の原因とはなっていない。伝統的な組み合わせのあやわすかは1.5時間から2時間でピークとなり、主観的効果を生じ、知覚の変化、肯定的な気分の増加を示す。20分ほどで効果を生じ、1から2時間でピークとなり、4から6時間続く。 儀式や研究実験の条件では、精神病、精神障害全般のことではないと関連していないが、統合失調症など精神病性の起用歴がある場合の精神病エピソードが報告されており、そうした条件のある場合には、幻覚剤の摂取を避けるべきだとする論文がある。幻覚剤後知覚障害は、最近の近代的な臨床試験では、報告されていない。 アヤワスカは苦味が強く、ひどい味がするため飲み込むことが困難なほどである。福音すると、激しい吐き気、嘔吐、蹴りを催す場合が一般的で、そのため、先住民族のシャーマンは、アヤワスカの儀式を、嘔吐により体から寄生虫や毒などを取り除く、浄化と呼ぶ。震えを生じることもあり、体も疲れるため、楽しみのため、娯楽的にやるものではないと言える。 アヤワスカを頻繁に飲んでいるシャーマンが、吐き気や、嘔吐の症状を示すことは稀である。吐き気や嘔吐は、ハルマリンの作用によるものである。いくつかの部族は、儀式の前に食事制限を行う。肉や塩分、アルコールなどを控えることで吐き気を和らげることができる。その他の身体的作用は、血圧と心拍数の上昇、耳鳴り、めまい、保管、発汗、倦怠感、眠,感眠気、 ゲリなどが挙げられる。腹印後30分ほどで効果が現れ、作用時間は2から6時間程度。伝統的な組み合わせを用いたアヤワスカにおいて、拡張期血圧は高容量の摂取では増加が確認されたが、収縮期血圧や心拍数は有意な変化は観察されなかった。摂取から1.5時間で血中濃度は最大となり、精神的な作用のピークと一致する。 賛同を生じさせる。離脱症状は観察されていない。アイアワスカは、モノアミン酸化酵素阻害薬を含み、他の幻覚剤よりも、薬物相互作用を起こしやすい。ハルマラアルカロイドと、セロトニン作動薬の抗鬱薬、スリー、酸関係や、他のセロトニン作用のある医薬品、薬物、幻覚剤、覚醒剤の併用は避けるべきであり、死亡例が報告されている。 そもそも DMT でないなら、併用せずとも採用する。伝統的な組み合わせでない、大体の組み合わせではより大きなリスクがあるかもしれない。これは、セロトニン症候群を引き起こし、血圧の上昇、昏睡、死亡に至る場合がある。また、チラミンを多く含む食物は、高血圧を引き起こす可能性があるが、臨床試験においては記述されていない。あやわすか認識における、 アマゾンの食事法では、シラミンに対して設計されたものではないが、アルコールやチーズ、他の発酵食品を含んでいないあっさりしたものである。例えば、前述の竹鷲のセンターでは、酒、豚肉、塩、唐辛子を前後数日間避けるという指示がある。シャーマンは塩、肉、砂糖、酒、セックスとドラッグを控えており、基本的に炭水化物の多い食品を食べ、 魚を食べることもある。シャーマンは何年も食事制限を守っており、刺激の少ない菜食を中心とした食事である。儀式に参加する、西洋人では、蒸気の薬を避けるのは、当然として、アルコールやコーヒー油分の多い食物を避ける。なおチラミを含む食品は、ビール、ノンアルコールビール、赤ワイン、豆腐、大豆、特に発酵食品、チーズ、加工された魚、 ソーセージなどがこれにあたる飲料以外はタンパク質の多い食品。マオイであるハルミンの半減期は約6時間であり、阻害作用が生じている間は、こうした相互作用の影響を受けやすい。テレンス・マッケーナは1989年に南米以外の土地では DMT とベータカルボリンを正しい比率で混合したアヤワスカのコピーを生むしかないと考えていた。 これがアヤワスカアナログ、類似物という考えであり、熱帯品種ではない植物から、カーピと着ーなど同じアルカロイドを含む組み合わせが見つかれば、よく、1990年代のサイケデリックなカルチャーでは、話題の一つとなった。DMT に至っては、植物にありふれているらしいが、正当な科学分析の証拠が欠けている。非熱帯植物、熱帯。 タイケルには DMT はどこにでもあるおよびホワスカ対アヤワスカといった章があり他の植物の情報が提供されているドラッグシャーマニズムの第10章はアヤワスカの類似物の,の説明と体験記に当てられている国際的な抗生神薬に関する条約はアヤワスカに含まれる成分である DMT をスケジュール I に指定しあらゆる所持使用を禁止されている しかし、その第32条4項が、含有する植物の自生国における伝統的な宗教儀式への使用は、規制から除外する。日本においても、DMT は麻薬及び、厚生侵薬取締法において規制されている。しかし、植物の麻薬原料植物への指定はない。国際麻薬統制委員会の見解では、植物は、規制対象ではない。 アメリカ合衆国最高裁判所は、ブラジルの宗教団体ウニオンドベジタルのアメリカ支部に対し、宗教的自由回復法に基づいて、宗教儀式におけるあやわすかの使用を認める判決を下した206年判例。ブラジルでは、1980年代半ばに宗教上の使用が合法化されている。3と第2法律。多くのドキュメンタリーが撮影されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。